日本に20回次でいいよ。クラブフロアデラックスツインルームです。温泉用のサムエここにあります。わ広いね。なんかなんかさ、今までちょっと古めかしかったけど、ここの部屋リニューアルされてるね。そうね、こんなんなかったもんね。いや全然違うよ、初めて。はい、エスプレッソがあります。ティーバッグ、こちらもティーバッグ。これはウェルカムお菓子ですか。はい、こっち、あ、冷蔵庫だ。冷蔵庫、これは有料です。ここはDVD か。金庫。はい、バスローブあります。お、パジャマ。スリッパですね。で、こちらはバスルームです。はい、歯ブラシ等のアメニティです。あ、これは女性用じゃない？いつもあるよ。あ、そう、いつもある、毎回ある。こちらはミネラルウォーターにシャーブス、そしてトイレということになってます。部屋からの夜景はこんな感じになってます。見えるかな。六甲山が向こうにあります。今回クラブフロアにアップグレードしてもらいました、クラブラウンジ入る特典があったり、温泉ですね、本来有料なんですけども、こちらも、無料で入れます。タオルはあるんだな、効かなかったね。タオルは効かなかったね。あ、そっちだね、近い。これから3階にあります、神戸六甲温泉浜泉に、行ってきます。どうぞ、芸能人協力のご協力お願いいたします。
きいのがカーボンまだだよ。やっと終わってない。もう先取り行こう。朝食をとってきました。こちらもバイキング形式です。ミニオンです。うん、眺めは我々の部屋からと同じです。ここは窓が半開きになっていて外の空気に触れることができます。下に乗れるかな。はい、コーヒーカフェラテです。これ気球が飛んでる。
神戸ベイシュラトンはこれにて終了です。よかったね、うん、やっぱり部屋がいいと嬉しいね。遅くに来たけどでもよかったね、うん、あと朝食もここはいいしね。いい朝ごはんがすごい。また来たいです。では次は妻へ向かいます。